子供の頃、あるゲームをよくやっていた。今、この次に見たものを一生忘れないでいられるかやってみよう。何度もそのゲームをやったはずなのだが、実際に覚えている景色は、車の後部座席に乗ろうとドアに手をかけたとき、足元を小さな蝶が飛んでいたこと。その周りに名前のよく知らない小さい青い花が咲いていたこと。ホームに停車した電車の中で、眉間にしわを寄せて眠っていたサラリーマンの顔。この二つの景色だけで、他にどんなものを私は一生忘れないぞと思ったのか、思い出せないのだった。やっぱり向こう暗いから、また雨降るかもね。帰る時の、ノスから帰る時のそこ、真ん中通って。いつもでもこんな感じかもね。さっさかさっさか。あの犬、あの犬問題の犬なんだよ。あの犬問題の、歩かないの。そこから抱っこしてエレベーターまでずっと、あのワンちゃんを、ワンちゃんでもね、エレベーターの中にこもるの、匂いが、だからいつも避けるの。本当に珍しいよ、ああいう歩かない。ずっと抱っこしてんだもん、だって見てると。ここが、いわき市の一番北端っていうか、トンネル越えると福島県の双葉区広野町っていう町になります。そこはだいぶ前からもう戻ってきて、今6割7割ぐらい人戻ったっつったかな。そんなに、インフラの整備も終わって、住む気になれば住めるよって感じ。ね、双葉南相馬。ここ左。震災直後はもうここで全部検問があって入れなかった。ここで、もうここからだ、ね。この時点から。ここからだね。で、うちの嫁の実家がまだこの先にあって、そこに物取りに行くのも、その関所で降りて名前書いて住所書いてどこに行くか書いて、でおおむね何時間何分後に戻ってくるか。ここ駅だったとこ。ああ。ホームがあるじゃん。白い。そう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 。
被爆のことをお話ししてくださる皆さんがこちらに見えてます。これから一人ずつ名前を呼んで行きますので、皆さんよくよろしくお願いします。まず一番こちらが高橋忠さんです。高橋でございます。よろしくお願いします。高橋忠さん、当時19歳。高橋さんは爆心地から500メートル以内で被爆した数少ない生存者の一人です。高橋さんは当時広島でも数少ない地上7階建てのビルの地下室で被爆しましたが、奇跡的に助かりました。隣の庶務の隣の部屋の女子の休憩室のドアが吹っ飛んで、亡くなってますが、そこから入ってみましたら、4階全てが一つの部屋になってしまって、境の壁がもう全くなくなりまして、仕切りがですね、コンクリートの壁だったんですが、一つの大きな部屋になってしまってるんです。そういうことで、そこから庶務の部屋があったんですが、庶務の部屋全体が局長室の中へ集まりまして、机からなんかにも全部局長室の中へ偏っておったという。その中で庶務課長が上半身を壁瓦礫とか机とかというのもの中に渦まって、足だけが天井を向いて、おりました。ですぐ掘り出したんですが、もう庶務課長はもう息がなかったように思ってます。それからそのそばに、まあ、役職として主事さんという人が2人おられるんですが、一人の人は半分体横たわって半分うずまって、まだ息はあったんですが意識はありませんでした。こめかみのところから血が非常に吹き出しておったんですけれども、もう一人の主人さんは椅子の上に座ったままポカーンとした形で、ここはどこかいんだというようなことを私の顔を見たらおっしゃったんですけれども、広島までの切符が買えたので、ふと私は広島駅へ行ってみることにした。遭難以来久しぶりに訪れるところであった。五日市までは何事もないが、汽車が小井駅に入る頃から窓の外にもう戦火の跡が少しずつ展望される。山の傾斜に松の木がゴロゴロとなぎ倒されているのも、あの時の侵害を物語っているようだ。屋根や垣がさっと転倒、転覆した勢いをそのままとどめ、黒々と続いているし、コンクリートの空洞や赤サビの鉄筋がところどころ入り乱れている。横川駅はわずかに乗り降りのホームを残しているだけであった。そして汽車はさらに激しい壊滅区域に入っていった。初めてここを通過する旅客はただただ驚きの目を見張るのであったが、私にとってはあの日の余震がまだすぐそこに感じられるのであった。
保健所のところでスクリーニング検査をして、で栃木県足利市でその東日本大震災による避難の方のための避難所が開設するってことになって、スクリーニング検査って何ですか？要はこう放射線量を測るの。あ、両手両足広げてこう体にギーって全部やる、全身くまなくやられるのは。でラジオで聞いて今日から避難所の方を開けてくれるってこと聞いたんで、でまず検査するってことで線量測るってことでこっちにお邪魔したんだけど、そしたらはっってなって、うん、お待ちくださいって言って、要は第一号だから本当に来たってびっくりしたんだよね。したら市の職員がバタバタバタって出てきて、でこちらへどうぞこちらへどうぞこちらへどうぞって言われて、とか端っこの方、端っこってかもうパーテーションでこう用意はしてあったみたいなの、形ばっかり。でも第一号だったんで、ちょっとみんなに説明がてらでよろしいですかって言われて、うん、おいいよっつって、で俺嫌だから一番下の子供、公平っていうの、公平一番って言いながら当時小学校1年なんだけど、公平って、あ、2年生か、立ってろっつって、あ、じゃあ僕ね、じゃあ行くね、この帽子は地震の時に被ってた帽子、はいはい、じゃあこれ帽子も履くんだよこの人で、若い人がメモってるんで、このバッグはとか言えばみんな一個確認するんだよね。このバッグはいつから持ってましたとか、この靴はいつから履いてましたとか、この服はいつから着てる服ですかとか、その帽子はいつかぶっていたものですか、僕が何時間ぐらい、大体ですけど何時間ぐらい着てた服ですかとか、いろいろ聞かれて、でここまでどういうルートで走ってきましたとかいろいろ聞かれて、それは俺が答えてって、じゃあ測らせていただいていいですかって、いいよって言ったら、じゃあごめんね僕ね、手こうやって広げてもらえるって言って、そら、あい、まず脇の下からとか今説明してこうスイッチをしてこうビーってピピピッとみんな、で俺も不安になるじゃん、何、あ、すいません大丈夫です、2回押してしまいましたとかね、何ちゃんとやるんです、すいませんビビビビビって本当にもう、で子供、お父さん大丈夫だ、これしばしに大丈夫つってピーッと終わって、で、あ、大丈夫でした、あ、よかったよかった、で次俺やって娘や、大丈夫じゃないってのはどういう、要は線量が高い、あ、ただそれは所詮内部被曝は測れないんで、外のもの、服とか髪の毛とか、こちらは防災富岡広報です、そうなんですか、うん、初めて知った帰還困難区域立ち入り箇所の開閉式バリケードも閉じますので、必ず午後3時まで町内から退出してください、繰り返しお知らせいたします、こちらは防災富岡高校です。富岡町役場よりお知らせいたします、町内への確認時間は、一番早く火がついたのが3階の電信通信室なんですが、ここは紙が紙を使う仕事でございますから、電報の紙とかね、ああいう紙をほとんど使うところなんですから、まあ引火するものが一番多かったわけですよね。電信局、これはお姉さんから聞いたら、まあ驚かしいことだったんだろう、もうものすごい、もちろん皆さん知ってるね、仕事の関係では知ってない、いや今はあんまり仕方ないですから知ってない、トンとツーという単点頂点というの符号で、これを組み合わせて文字を表現しようと、
全て、まあ、カタカナでやられたんですけども、イという字を見て、これを相手に送るという時には、トンツーと叩く電拳をね。おじいちゃんの手痛々しいよ、爪が。
I'm not going to be able to do that.